皆さん毎度おおきに、ことのはあかねです。はいどうも。お姉ちゃんの部屋で一人焼肉パーティーをしてたら、なぜか怒られました葵です。物を食べるときはね、誰にも邪魔されず自由で、なんというか作られてなきゃダメなんだよ。一人で静かで豊かで、だったらてめえの部屋でやってろよ。なんでうちの部屋で孤独のグルメやってんだよ。え、だって焼肉とか部屋の中が臭くなるじゃん。家の中で焼肉とか部屋中臭くなるからやりたくないんだけど、ちょうどいい家畜部屋があったからよかったよね。お前もその家畜と同じ家に住んでるんだからな。っていうかお前の部屋はお前の部屋でジンギスカンみたいな匂い漂ってきてるやろ。ヤギでも飼ってるのかよ。豚だったら隣で飼ってるよ。うちのことやろ。お姉ちゃんってやっぱり自分がメス豚って自覚あるんだね。黙れよ。みんなも4日ぐらい風呂入らないでいると頭皮からそういう匂い漂ってくるよね。お前だけや。というわけで今回は前回の続きで残りの山形の歌ショップ簡単に回って終わりだよ。山形ってあれで終わりじゃなかったのかよ。近くにあと2カ所あるからそこ行って終わりだね。本当はあのクソに詰めた紫女で行くはずだったんだけど、あいつら破局したから代わりにラブラブのうちとお姉ちゃんが行くよ。お前一人で行ってくれんか。そんじゃさっさと行ってさっさと帰ろうか。そんで最初の歌ショップだよ。最初っていうか最後の方っていうか、最初に鶴岡やら行ってるからな。ここはハードオフの山形南だけど割と安いのあったりするんだよね。入り口入ったところにチャリあったけど、このピナレロ何気に安くない？これの前に行ったところで確かビアンキのミローレ7も6万6000円高であったけど同じ値段やな。年式がビアンキの方が新しかった気がするな。新しかったけどあっちのってリコール対象のやつなんだよね。ピナレロはまだリコール情報何も出てなかったと思うよ。うちはお前をリコールしたいけどな。うちの一体どこが欠陥だっていうの？主に脳みそやろ。これはピナレロの服のってやつだったよ。調べたらフレームはアルミでフォークはカーボンっていうお安いチャリあるあるの構成だったな。まあ年式も古そうだけどその割に綺麗だったからそんなに乗ってなかったんじゃないの。色もパンダカラーで結構かっこいいしね。これさすがピナレロだけあって、そこかしろにピナレロピナレロ黒も入りまくってたよな。あと裏にミノーラのハムスター装置あったよ。これうちらは新潟で5000円で買ったよな。何気にあれは未使用品だったしね。ちなみにあれ買ったはいいけど一度も使ってないよ。でかいし邪魔だしで割と後悔してるよね。そういうのを無駄遣いって言うんやろな。お姉ちゃんなんて無駄にダイエット用品買いまくってんじゃん。しぼむのが胸ばっかりのくせに無駄なあがきだよね。お前はおつむの中身がどんどんしぼむばっかやろ。そんでスタンプもゲットしたよ。山形はあと米沢行けばコンプリートやな。山形はそんなに多くないから楽っちゃ楽だよね。問題は新潟やな。新潟全部ってうちらみたいな日帰り強行軍は無理やろ。え、じゃあうちと一泊しちゃう？日帰りでええやろ。ついでにノートパソコン見てたけど、うちら来月東京行くけど、そのうちもう少し時間かけて泊まりとか行きたいんだよね。いや泊まりってお前一人で行けよ。え、お姉ちゃんと二人で行くに決まってんじゃん。部屋はもちろんシングルルームシングルベッドだよ。お前が床で寝るならええぞ。そんで泊まりで行くとなったら動画の編集できなくなるじゃん。軽い編集ぐらいできるノーパソを安くないか見てたんだよね。この6000円のとかどうなんだろうね。世代で言ったら10年以上前の第1世代のパソコンやけど、一応運転入ってるんだな。こんなんでまともに OS 動くのかね。SSD 余ってるからそれに変えれば多分 AVIUTL ぐらいなら動くでしょ。あとは現地で撮った動画をパソコンに映すぐらいしか使わないだろうし、もっと小さいの欲しいけどノーパソって小さい方が高いよね。お姉ちゃん小さい方が価値があるってことだよ。よかったね。どこの小ささはお前は言ってるんだよ。フィギュア見てたけど、この電波女のフィギュアプライスのくせに2500円とか書いてたよね。プライスのくせに結構お高えな。うちらはこれのアニメ見たことないけど、キャラは可愛くて昔何個かフィギュア持ってたよね。何個か持ってたけど手に入れた経路がなかなかの数だよな。こいつのフィギュアって昔閉店するゲーセンで処分するから、取れるだけ持って行ってくれって言われて死ぬほど取りまくった思い出しかないんだよね。200円で3プレイできて3個取ってたな。それをいろんな台で延々とやってたな。こんなに値段上がってるなら処分しないで全部保管しておけばよかったよな。まあフィギュアって保管に場所取るからね。お姉ちゃんの巨体で部屋の半分を埋め尽くすよりは邪魔じゃなかったけどね。お前のバフンコレクションの方が邪魔だろ。あとこれちょっと安いね。500円だってよ。ブラック羽川のフィギュアやけど、こいつ確か盛岡で3000円高であったよな。それが500円なら安いかもな。駿河屋でも買い取りで500円だからね。こいつって確か猫の化け物って設定だったと思うけど、うちらは白髪で耳っていうとクソニツネで見慣れてるからね。こいつも猫っていうよりキツネにしか見えないよね。紫女が見たら興奮しそうな見た目してるな。まあこれは安いし買って言ってもいいかもね。ついでにこれもちょっと安いね。お礼芋のフィギュアだけど、これも500円だったね。これも駿河屋で買い取り600円やからな。これに至っては買い取り価格よりお安く買えんで。プライスだけど駿河屋で買おうとすると1500円ぐらいするよ。っていうかこのポーズって明らかに後ろからパンツを覗いてくださいみたいな見た目してるよね。アニメの撮影シーンでこのポーズしてたらしいけど、後ろからの撮影でもしてたのかね。これは安いけどどうするかね。欲しいっちゃ欲しいけど買ったところで飾るのかって話だからね。というわけでこれだけ買っていこうね。ついでにカンコレのフィギュアも安いのあったんだけど、そっちはあんま興味なかったからあるんだ不運だけで終わったよ。
雷だか稲妻のエプロンつけてるやつだったな。あとちょっと気になったので、このガルパンのポスターだけど、 H 賞全種コンプリートで3300円って書いてたよ。全種コンプリートって全部で何枚あるんだろうな。10枚ぐらいだと思うけど、1枚300円とかやるな。お姉ちゃんが履いてるパンツよりこのポスターの方が高いね。お姉ちゃんのパンツって2枚で500円だもんね。お前はさらにうちの使い古したやつを使ってるやろ。お姉ちゃんが使い古して伸びきったゴムがうちにはちょうどいいんだよ。こういうポスター全部飾れるやつってどんな豪邸に住んでるんだろうね。そこらの貧乏賃貸マンはせいぜいワンルームぐらいしか飾れないやろ。お宅はブルジョア多いから問題ないんじゃない？ちょっと珍しいので、海外版の PS2 ってやつがあったよ。海外版のプレステって日本版のゲームソフト起動できないのね。逆に日本版のプレステで海外版のゲームソフトって起動できないんかね。この手のゲーム機って日本版で規制されたソフト遊ぶのに需要あるんだろうね。グランドセフトオートとか規制あって削除されたシーンあるとか書いてたよね。そういうのを遊ぶのにこういうのいるんだろうけど、お値段も PS2 のくせに高えな。プレ2の時で2万円だからね。日本語のプレ2だったらそこらで500円でゴロゴロあるのにね。ついでに XBOX のフェイタルフレームもあったよ。これ前に福島の駿河屋にもあったよな。福島のは次行ったらなくなってたけどね。っていうかこれの値段もやべえな。27,500円ってさっきのプレ2より高えやん。何気にここ店は小さいのにすげえもんいろいろ置いてたよね。やっぱ小さいは正義なんだね。お姉ちゃんよかったね。小さいは正義なんだよ。うるせえな、お前は脳みそが小さいだろ。というわけで若干暗くなってきたけど、次のオタショップ着いたよ。なんやかんや結局いつものオタショップに落ち着くのな。まあここから米沢行くとかさすがにめんどいからね。適当にいろいろ見てさっさと帰るよ。お姉ちゃんが良ければうちはお泊まりしながら米沢でもいいんだよ。よくねえよ。最初にとりあえずミクのでかいフィギュアあったよ。これ福島の南相馬にも同じのあったよな。あっちは確か4000円だか5000円だったけど、ここは9000円したな。しかも南相馬は同じ値段で2個あったからね。こういうの見るとなんかすげえ安く見えるよな。実際いくらなら欲しいかって言われたら2000円ぐらいだったら欲しいよね。普通の大きさの粘土炉でもそんな値段で買えねえだろ。あと前にここで見つけたニテラのフィギュアは全部なくなってたよね。あれは全部売れたのか。まあ全種コンプリートしてたからね。そこらのオタショップで1種類2種類売ってるのは頻繁に見るけど、コンプしてるのって初めて見たからね。全部で9種類ぐらいあったよな。あれ嫌がらせで1個だけこっそり買って、ここで全部買ってもコンプリートできません笑いみたいなことしてやろうと思ったよね。お前ってマジで性格終わってるよな。そんでこのガルパンのミポリン安いよね。500円で売ってるってよ。このサマービーチフィギュアって最近地味に集めてるんだけど、ミポリンとマホだけ異様に高くて、こいつらだけ買うの時間かかるだろうなって思ったんだよね。そしたっけ500円とか以来安く買えるな。これ駿河屋で2000円で売ってて買い取りで600円だからね。買い取りよりお安く買えるよ。ミホいるんだったらマホもどっかにないか探したけど、マホはどこにもなかったな。最後にこれも買って行ってもええな。あと帝王のフィギュアーツもあったよ。これ開封済みで6000円って結構なお値段やな。まあこれは販売前からプレミアつくの確定してたようなもんだからね。うちらも買おうと思ってアミアミの抽選に応募したら当選して購入する権利はもらったんだよね。結局買うかどうか迷ってたら購入期間過ぎてなかったことになったからね。一応これ定価7000円で駿河屋では8500円で売ってたよ。地味にプレミアついてんな。余談やけど、アミアミのパスマーケットで帝王のプラモが抽選販売やってたな。あれも販売されたら速攻でプレミアつくのかね。このエヴァの9時のアスカって確かプレミアついてなかったっけ。なんかちょっと前見た時は5000円とか6000円とかしてたような気がするんだけど、1200円で売ってたよ。アスカじゃなくてレイの方がプレミアついてたような気もするけどな。あんま興味なかったから、あっても不運ぐらいにしか思ってなかったけどね。っていうか一番くじって今いろんなやつ出てるのね。うちらの一番くじの思い出ってクソみたいな思い出しかねえよな。うちの近くにあった本屋で一番くじの取り扱いあったんだけど、クソ田舎すぎて誰も引くやついなくて、うちら専用みたいな感じになってたからね。一番くじってしばらく売れないと半額になったりするじゃん。うちら基本的に半額にならないと引かないから、入荷して1週間もしたら早々に半額にしてたよね。抜けるのが半額になっても1枚も引かれてない時もあったな。それを根こそぎ買いまくってた思い出や。無駄に店員と顔見知りになったよね。とか言ってたら例もあったよ。こっちは5000円やからやっぱプレミアついてたのこっちだったかもな。なんでこれだけ異様にプレミアついてんだろうね。髪の毛伸びた例とかこれしかないから値段高いんかね。言うてこれっていい賞でアスカより下位なんだよな。あとこのミク可愛いな。これ過去に出て再販されたやつだけど、再販の方が可愛いな。ちょっとドヤ顔でウインクしてるのがええな。うちがドヤ顔でウインクしてるとムカつく、面見せるなとか言ってくるくせに、ミクならいいんだね。お姉ちゃんがうちのことそんな風に思ってるなんてちょっと泣いちゃうよ。お前は可愛い通り越してマジでムカつく表情してんだろ。一応これも駿河屋で見ると2000円するから、それと比べると安い方ではあるよね。つってもうちら基準で言えばもう少しお安くしてほしいけどね。ついでにチャリコーナーも見ていくよ。前はここにガーミンお安くあったよな。そんで見てたけど、やっぱガーミンなくなってたよね。まああれも1万円で安かったからな。
充電のコネクタがちょっと緩いとか書いてた気がするけど、そんな程度でこんな安いのかよってあん時思ったよね。結局買わなかったけどな。っていうかここも明らかにパーツ類少なくなってるよね。前は細かいパーツもごちゃごちゃといろいろあったんだけど今はそういうのないね。クランクがやたら多かったな。というわけでミポリンだけ買ってきたよ。外はすっかり暗くなったな。暗くなったけどここから家までは60キロぐらいしかないからね。これでもいつもより気分的には楽だよ。うちからしたらお前の相手するだけで疲れるけどな。というわけで今回の動画はここまでだよ。今回はクソギツネのパチモンとミポリンと割と安いのあったな。ガルパンのサマービーチは他にもぼちぼち安いのあったら買いたいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまた。